はい、それではね、次は、練習問題30番ですか。ね、やっていきましょう。これ、皆さんね、できましたか？ね、練習問題30番。ね、まあ、そんなにほど難しくなかったんじゃないですか？ね、さっき言ったね、2つの遺伝子の順番に注目していくっていうのをね、しっかりやっとけば、ね、こんな問題ね、ちゃっちゃらパーですね。ちゃっちゃらパーってなんかよくわからないですけど。もうでね、ね、全然簡単にね、サラサラーってね、解けるはずですね。はい。それではね、まあ、順番に注目していきましょう。目とね、じゃあ目と毛に注目して、まずね、目と毛。ね、一番最初ね、なんか、丸目直毛とか書いてますから、目と毛にね、関するやつ書いてありますから。ね、今回もね、この検定後輩ってなってますからね、まあ、さっきと同じように考えていったらいいだけです。ね、ラージラージ、ラージスモール、スモールラージ、スモールスモールと。これは何対何対何ぼですかって言ったら1771ですよーと、71ですよーと。まあこれね、あの子供の表現型の分離比からね、ね、あと検定公平ですよって書いてあることから分かることですよ。ね、でここから、組み替え化は真ん中がね、連鎖してますね。ってことでラージスモール、スモールラージが連鎖してて、組み替え化は8分の1ですから 12.5 ですか、12.5% ね。はい。で、次、A と D ですか？次、A、ラージラージ、ラージスモール。あ、次ね、A と D に関して、ラージラージとラージスモールって言ったらいい意味ですよ。で、最後、スモールスモール。で、これが何対何、第何ですか？ 9 対1対1対9ですか？9119。で、外、一番サイドがね、多いですから、ラージラージと、スモールスモール。で、組み替え化は、19で10ですから、10分の1ですから、10% ですか。はい、10%。で、次、A と C。A と C に関しては、ラージラージ、ラージスモール、スモールラージ、スモールスモールで、これの分離比は1111ですか。1対1対1対1ですか。これも独立ですね。1111、独立。よいしょ、独立と。これ別に組み替え化調べてもいいですよ。組み替え化調べたら 50% で出てきますからね。はい。独立です。ね。で、最後じゃない。次は、毛と体色ですか？ってことは B と E ですか？B と E。ラージラージ対ラージスモール対、スモールラージ対、スモールスモールですか？これ何ですか？なんか B 同士もいいですね。どうでもいいですね。はい。1対39対、39対1。これは40分の1ですから、40分の 1？ ってことは、2.5% ですか。真ん中がね、連鎖してて、B と E か。ラージスモール、スモールラージの連鎖で、B と B じゃねえよ。ラージスモール、スモールラージの連鎖で、何パって言いました？さっき。40分の1ですから、2.5 ですね。2.5。2.5%。よいしょ。はい。で、次、最後。足の長さと、体色ですか。足の長さと体色ですから、D と E ですか。D と E。ラージラージ、ラージスモール、スモールラージ、スモールスモールですか。はい。で、これが、1001ですか。1001ですから、組み替えね、組み替えじゃない、連鎖の組み合わせは両サイドってことで、ラージラージ、ラージスモールで、0% ってこと、完全連鎖ですね。組み替えが 0%、完全連鎖ですね。はい。っていうなると、これね、もう皆さんね、さーっと調べてれば、ね、もういけますね。これさーっと調べておけば、もう答えがわかると。よくですね。はい。ちょっとね、この、このなんか、ならばーってやつより、右側、いいわ、全部消しますんで、ここまでしっかり書いてください。ね、はい、じゃあ消しまーす。よいしょ。ちょっとならばーのやつも邪魔なんで消しておきますか、これ、なんか。よいしょ。残り方としびびわなので。よいしょ、OK。これ、何ぞ何に関してでしたっけ。独立は A と C か。C。あ、別に皆さんのやつは書かなくてもいいですよ。今ちょっと分かるようにするために書いただけです。ね。はい。んで、元のね、問題文のところに、ラージ N1 だけ書いてあったんですか？ラージ N1 があって、んで C の、C じゃねえや。染色体が別のやつが書いてある。よくですね。はい。
じゃあ B に関しては、B は A から 12.5% の距離にありますよって言ってますから。ね、ここ。じゃあ B が 12.5%。ラージスモールの連鎖ですから。ね、ラージスモールスモールラージの連鎖で書いてあげましょう。まあ 12.5%。ちょっとね、間にね、なんかまだあるんで、まだ遺伝子書かないといけないんでね、ちょっと置いておきましょう。次、A と D の距離が 10% で、あともう一個ちょっとこれも同時に見ておきましょう。あれなんだっけこれなんかあ、B。あ、いや、なんでもないです。ね、A と D の連鎖ね、10% です。ね、A と D の連鎖が 10%。で、D と E の、D と E は完全連鎖。で、ってことは別に D と E 入れ替えてもいいですから、ね、ここ、D と E と考えても全然いいわけで。D と、B と、B と D、B と D ですね。B と D の距離と考えてみるわけで、B と D の距離が 2.5%。A と D が 10% で、B と D が 2.5% だったら、足したら 12.5%。ね。これに一致しますね。ってことで、あ、じゃあ真ん中にあるんだなーってことですね。はい。ラージラージですね。A と D に関してはラージラージ。で、スモールスモールですね。で、B と E ですか ?B と E に関しては、ラージスモールの関係ですか、ラージスモール、スモールラージですか、ラージ、スモール。これはじゃあ、ここに E がありますね。で、スモール、ラージですか、はい。こうですね。今回は、イコールで書いていきます。ね、これ、ものによってなんかね、問題文によってなんか表現の仕方ね、なんか指定してたりしますんで、その時はね、それに従って書いていてください。ね。まあ、今回はこういう書き方にしておきます。ね。で、あとは、これ見た、これ見た、これ見た、これも見た。こだ、あとこれですか。で、A と C は独立ですよ。A はこっち、じゃあ C こっちに書いていきますか。はい。A と C は独立ですよ。あ、別にこれ逆でもいいですよ。独立ですから関係ないですからね。別にどっちにか、何を書いても問題はないです。ね。はい。ちょっとなんかピーピー言ってますけどね。まぁ、ちょっとこれ気にしないでください。はい。で、あとはね、組み替え化をね、書かないといけないですね。A と D。A と D の間は、10%。10% ね、10って書いておきますか。10。で、D もしくは E と B のね、距離は、これですね。これですか。2.5 ですね。2.5。2.5。よいしょ。ってことですね。10、2.5 ですね。まあ、こっちは別に書かなくてもいいですよ。で、もちろん独立なんで、ここのね、ここら辺のやつの遺伝子の関係も別に書く必要はないというわけですね。はい。これで終わり。どうですか?できましたか?ね。2個のね、遺伝子に注目していく。2つのね、2対の対立遺伝子に注目してね、組み替え化を1個1個考えていく。ね。これはまあ 50% なんで独立。ね。1個1個考えていくね。あ、1セットずつ考えていくね。っていうことをね、ちゃんとすれば、こんな風にね、答え書けます。これで答えは、そうですね。これ以上書くことはないですね。はい。それではね、これで、染色体地図のね、問題終わりましたんで。まあね、今回ね、遺伝子ね、A、B、C、D、E ってことで、5つですか。5つもね、使ってやりましたから。ね。それにあるね、問題なんかね、3つともね、まああっても4つぐらいです。ね。なんでね、もうそんなもん皆さん絶対解けるはずです。ね。なんでね、まあぜひぜひ練習してみてください。はい。それではね、これで染色体地図の話終わって、次のね、動画からは、排入子非作用の遺伝っていうね、ちょっとね、特殊な、ね、遺伝のお話しますね。はい。それではね、次の動画に行きましょう。